フランス不評 M15 アドリアンヘルメット M15 アドリアンヘルメットは第一次世界大戦中にフランス陸軍で採用された戦闘用ヘルメットである。フランス陸軍で初めて正式採用されたヘルメットであり第一次世界大戦で広く展開された残豪戦において間接射撃による弾薬の破片で兵士が頭部に重傷を負うことが多くなったことに対応する。 ため設計された1915年に正式採用された当時初の近代的な鉄製ヘルメットで1930年代に至るまで標準ヘルメットとして支給され続けた最初は不評価にのみ支給されていたが後に形状が改められた上で騎兵化や戦車兵にも支給されるようになった第二次世界大戦では後継モデルである M26 が採用された。1914年8月に第一次世界大戦が勃発した当時は、フランス陸軍の兵士には、当時標準であったケピーが支給されていた。残豪戦の初期には、布製のケピーのような基礎的な防具であっても、前線の兵士の死亡率を大きく下げることができていたが、1915年初頭までに、 ケピボーののにに着用するる鉄製のスカルキャップが支給されるようになった。各国、各部隊のアドリアンヘルメットこのため、フランスでは兵士を硫酸弾の断片から守るための金属製ヘルメットの開発が求められた。残号内でも間接射撃により、頭上で破裂する砲弾に対処する必要があったため、ヘルメットの軸方向に断片を分散させる、土坂状の変更板が加えられた。 ヘルメット前面には陛下を示すために、不評価及び騎兵化には、榴弾、両騎兵化には、ビューグル、砲兵化には交差する方、植民地軍には怒り、北アフリカ部隊には、三日月のマークが付けられた。よく誤解されているが、M15 ヘルメットは、小銃弾や、機銃弾の直射からの防御は意図していない。アドリアンヘルメットの名は、陸軍主警総監、オーギストル・ヤドリアンにちなむ。 気戸戦争でアドリアンヘルメットをこむるギリシャ兵採用されたアドリアンヘルメットは難鋼性で重量はわずか7 6 5ムでありイギリスのブロディヘルメットやドイツのシュタールヘルムよりも軽量でその分防御力も低かったが量産性には優れていた発注は九百十五年春であったが早くも七月には支給が始まり九月にはフランスの 第一戦部隊すべてに支給が完了した。1915年末には反射防止のためカーキやライトブルーのヘルメット要請カバーが支給された。しかし、断片がヘルメットを貫通した場合、汚れた布製カバーの歯切れが傷口に入って感染症を引き起こす懸念があることがわかり、1916年中頃にはカバーの発注は取り消された。 第一次世界大戦の終戦時には、アドリアンヘルメットは、フランス陸軍のほぼすべての不評部隊に支給されていた。また、フランス国内にいたアメリカ軍部隊の一部や、ポーランドのハーラーの青軍でも採用された。フランス機動憲兵隊は1926年に、アン青色のものを採用し、正規軍が廃止した後も1960年代まで着用していた。 アドリアンヘルメットは安価で製造が容易でありながら、破片に対して非常に効果的であることが明らかになったため、ベルギー、ブラジル、中国、ギリシャ、イタリア、日本、ルクセンブルク、メキシコ、モロッコ、ペルー、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セルビア、スペイン、タイ、アメリカ、ソ連、ユーゴスラビアといった各国に広がり、 合わせて2億個以上のアドリアンヘルメットが製造された。各国ではヘルメットの前面にそれぞれの部隊称を取り付けていた。パレードで銀色のアドリアンヘルメットを着用するパリ消防旅団。しかし、アドリアンヘルメットは銃弾に対しては防御の用をなさなかったため、実際の戦場では兵士が真っ先に捨て去った装備であることが多かった。また、 ヘルメット前面にはバッチ取り付け用の2つのスロットが設けられていたが、これがヘルメットの強度を損なっていたことも分かった。このため、自軍の識別基礎をつけないようにする国もあった。フランス軍では初期には、ホライゾンブルー、植民地軍はカーキに塗装されていたが、1930年代に軍服の明細化が進むのに合わせて1935年には、すべてカーキ塗装になった。 1926年には材質が高強度の鋼鉄となり、主要部分が一枚板からのプレス加工に簡素化されたことで、M15 の特徴だったヘルメットの周りの接合リムがなくなった。M15 の欠点だった頭頂部の戸坂の下にあった大きな通気口も小さな穴の列に変更された。この M26 ヘルメットは第二次世界大戦後まで、 フランス軍で使用され続けたほか、1970年代までフランス警察でも使用された。ベルギーでは戦艦機に自国用の M26 を量産して世界中に輸出していた。ベルギー製のものは戸坂の形状や幅の広いリムでフランス製のものと区別できる。他国ではアドリアンヘルメットは消防隊員や鉄道警備隊、海兵で採用された。 アドリアンヘルメットは現在でも収集家に人気の品物である。フランスのファイオール将軍から贈られたアドリアンヘルメットを被ったチャーチルの肖像が1915年12月には後に英国首相となるイギリス陸軍。この F 評連隊少佐チャーチルはフランス陸軍のエミール・ファイオール将軍からアドリアンヘルメットを贈られた。これを着用した写真やジョン・ラベリーによる 肖像画が残されている。2020年、アメリカの科学誌に、アドリアンヘルメットと現代のアメリカ軍の戦闘ヘルメットを比較する中で、アドリアンヘルメットの方が頭上での爆発に対する防御力が高かったとする研究論文が掲載された。頭頂部の都坂上の突部が衝撃波を逸らす役割を果たしているものと推測されている。ありがとうございます。